こんにちは、ニューヨークファンクフィジオの高田です。今日はですね、新しい靴を購入してですね、これがものすごい良かったなのでちょっと紹介したいと思います。私のね、もともと足っていうのはちょっと高高でアーチが高いタイプなんですね。で、なかなかこうアーチがこう沈んでこう広がってクッションが出ない足のタイプなんです。その足のタイプとかね、どういう靴が選びがいいのっていうのは以前撮った動画があるので、そちらを参考にしていただければと思います。なので僕はこの動画、この靴を今紹介するんですけれども、この靴がね、全ての人に合うとは限らないです。ただこれはね、僕と同じような足のタイプ、高高でアーチが高くて、なかなかこう買えないと言われる、こうなかなかこうアーチが潰れていかない、広がっていかない、アーチをなかなか感じることができないっていう人にはすごくいい靴なのかなと思うので、トライする価値はあるのかなと思います。なのでね、まず自分の足がどうなのか、僕と違うタイプの足だったらトライしない方がいいと思います。これ間違ってもトライすると逆にこう足を痛めてしまったり、膝を痛めてしまったりすることがあるので、必ず僕と同じ足のタイプの人ですね、アシックスのウェブサイト、アメリカのウェブサイトに行くとプロネーションというカテゴリーがあってですね、僕の場合はね、アンダープロネイトっていうタイプの足のタイプなんです。なんでそこのカテゴリーに入っているブランドからいつも選んでいます。例えばですけど、このアシックスの、コミラスって言われる、バージョンか、ニンバス、または、ニンバスだと GT2000 なんていうのもそうかな、そういったタイプからね、いつもこう選んでですね、なぜだっていうと、そのアンダープロネイトっていうカテゴリーの中の靴なので、足がね、どっちかっていうと靴がちゃんとこう入っていくと、外からちゃんと当たってグーッとこうアーチの方に戻してくれるような機能がある、そうしたデザインをされた靴だからです。僕はね、間違ってカヤノとか履いてしまうと、カヤノっていうのはね、どうしてもこう足をね、こう内側のアーチが落ちてしまう人が履くので、結構ね、こう走った時にグッとこうアーチの方を押し返してくれるようなデザインになってるんですけれども、まあ、俗にアーチをサポートするというか、アーチをグッと押し返してくれるようなタイプの、オーバープロネーションって言われるようなタイプの靴なんですけれども、僕がそういう靴を履くとね、どうしても体重が外に逃げて、どうしてもね、足の外とか膝の外が痛くなってしまうんですね。なので僕とあくまでもこの、ジェルコミナスは、高高でアーチが高い人で、なかなかこうアーチをこう広げていきられない人の向けの靴です。で、それに対してはめちゃくちゃいいデザインだなと思いました。はい、具体的に何がいいのかって言ったらですね、この靴は、ですね、まずちゃんとこう内側にヒールがこうグッと当たって、内側にちゃんとグッと戻してくれるんですね。なのでアーチをすごく感じやすい。僕なんかみたいなね、高高の人っていうのはアーチをすごく感じられないんですよね。アーチが浮いちゃってるので、なかなかこうアーチにセンソリーインプットっていうのかな、感覚が入ってこない。やっぱそうするとですね、例えばお尻がうまく使えなかったりとか、臀筋ですよね、とかね、腰の筋肉を使いすぎたりとかっていう、いろいろな弊害が出てくるんですけれども、この靴はね、ちゃんとこうグッと戻してきてくれて、アーチはね、すごくあるんですよ。アーチサポートしっかりあるんですけれども、なんていうかな、アーチを上げてくれるんじゃなくて、単純にアーチを包んでくれるというか、アーチを感じられるような設計になっていて、決して外にこう体重をね、持っていくことではなくて、内側に落ちていくんだけど、しっかりアーチを感じられるようなデザインになっています。そして前の動画でも説明したように、このかかとがね、グッとちゃんとしっかり両サイドしていてですね、いいかなと思います。でこうグッと折った時に、つま先のところだけグッとしっかり曲がる。でこの辺がグニャ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 、ちゃんとしてね、このシャンクが入っていてですね、こうシャンクが入っていて、こうグニャ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 しなくてですね、ちゃんとこうつま先のところでグッと曲がるようになる。そしてこのね、ヒールカップもね、すごくしっかりしてます。ヒールカップがね、最近グニャグニャして、なんかミニマリストのシューズっていうのが流行ってますけれども、ちゃんとヒールカップをしっかり包んでくれるので、かかとをちゃんとホールドしてくれて、なんていうんですかね、かかとからちゃんとガンと入れるような形でグラグラしないというので、ものすごく私は気に入っています。実際昨日購入して、ちょっと散歩に行って、そしてランニングにも行ったんですけれども、ものすごくいい感じでしたね。クッション性はめちゃくちゃ高いんですけども、先ほど言った機能もしっかりしているし、僕の足に必要なこうちょっとこう内側にアーチを潰す、広げるっていう機能もしっかりしているし、何ですかね、ただ単に
クッション性があって下がグニャグニャしてるんじゃなくて、ちゃんとこうねサポートされるところはサポートされていてですね、これねものすごくいいなと思うので、もし高高でアーチが感じられない人、感じにくい人、アンダープロネートって言われるカテゴリーに入ってる人はぜひぜひトライする価値があるのかなと思います。最後になりますけれども、別件なんですけれどもね、やはりこう靴っていうのは寿命があります。どうしてもねゴムでできているものっていうのは劣化してくるし、特にねこう走っているとね、ほとんどの人がね外側からコンタクトするんですね。これはもう靴というか足のデザインとしては当たり前なんですけど、あまりにもねこの外側が減ってきてしまうと、今度ね本当はここでグッと入ってきたものがしっかりとクッションはあるけれども、ちゃんとした作り、サポートがあって、それをグッとね内側に体重をかけて、そして親指で抜けていく、まあ、こういう感じですよね。具体的に言うとこれがね普通の足の使い方、靴の使い方になるんですけれども、まず2つ問題がある時があって、まずねここの左外側のねなんて言うんですかね、かかとの部分がめちゃくちゃ柔らかくて、あまりこうしっかりとサポートしてくれてない靴っていうのは最近出ています。なのでそれはねあんまり選ばない方がいいと思います。なぜならね外側に全部ね本当は内側に入ってこないといけないのでそのまま外で流しちゃう靴っていうのがこうあるんですね。もう一つはやっぱり走ってくるとこの外側のねこのところがね減りすぎるんですよね。どうしてもゴムなので、まあ、アスファルトとか走っていると摩耗してきますよね。そうするとこの外側がどんどんすり減っちゃって、せっかくもともとはいいデザインでこうちゃんと外側に入ってきたものをアーチに運んでくれて、つま先に抜けてくれるっていう形のデザインだったのに、ここがねカサッとね抜けちゃってるんで、このままガンと張ったのが元に戻ってこないで外側ね走ってしまうっていうような形になってしまいます。なのでですね、靴はねやっぱり走る距離とか年数にもよると思うんですけれども、ちゃんと、頻繁にというか摩耗してきたらちゃんと新しいものに変えてあげる、ちゃんと靴のデザイン、そして機能性が失われてきたら変えてあげるってことを心がけた方がいいと思います。またねゴムなので何もしなくてもやっぱ劣化してしまうので、あまりね年数を重ねて、置いといた靴っていうのはやっぱりこうなかなかねうまく機能しないので、もうずっとね押し入れになんか5年ぐらい6年ぐらい置いてあったっていう靴はですね、まあ新しく変えた方がいいのかなと思います。今日はまあちょっとランニングシューズの紹介なんですけれども、やはりこうねランニングシューズっていろんな機能性を考えて作られています。最近の靴っていうのはね、どっちかというとこう、なんかベアフットみたいな感じで素足で走るみたいなことも、そういう風にデザインされた靴もあるとは思うんですけど、僕はあんまり勧めないですね。どうしてもアスファルトを走るときにあまりこうミニマリストでこうかかとのねヒールカップもないです、ちゃんとしたこう支えもなくてねもうグニャグニャしてますとかね、クッション性もないです、つま先もねどこでも曲がっちゃいますみたいな靴ってやっぱ出てくるんですけれども、あまり進めないですね。やはりこうそうするとですね、どうしてもこう足首だけでこうアジャストですねこう地面にこうねアジャストする癖がついてしまって、股関節とかね骨盤をうまく使えなくなる可能性が多々ありますので、僕はねやっぱりこう走るときとか、まあ、歩くときっていうのはちゃんと運動をするっていうことに関してはこうした運動靴をしっかり選んだ方が、いいかなと思います。何かご質問等ありましたらコメント欄によろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ニューヨークファンクフジオの高田でした。